久保さん、今回シングルベッドのシにしましょうか。シシシやったかな。あ,あ、シあるな。シングルシャランシャランキューしゃしゃしししゃあシャランキューキューにしましょうか。キューキューはないだろうな。キューにしましょう。シャランキューのキューですね。はい。シングルベッドシャランキューの いや、僕はね、あの、つんくさんの喉が、あの、喋れなくなったあの、出来事は、すごく衝撃的でしたね。本当に。あの、つんくさんが喋れないんですよ。で、つんくさんって、まあ、間違いなく、モームスで当たったと思いますんで、<laughs> 当たったところじゃないと思うんですけど、まあ、相当なお金をね、手に入れたと思うんですよ。相当なお金。多分一生、まあ、飯食える分ぐらいは、まあ、稼いだんじゃないかなと思うんですよね。 あの、モームス、すごかったっすからね。でもね、お金がめちゃくちゃある。生涯、うん、お金の悩みがない。だけど、喋れないっていうね。この手術した時のつんくさんのこの、ね、しかも歌手でデビューしてね、歌、歌、人生イコール歌みたいな話で、どんな思いで手術して喋れな、ね、なったんだろうなっていうのは、すごく僕は、 なんかいろいろ感じるものがありましたね。あ、お金があっても、れ喋れなくなるってきついなとかね。うん、なんかいろいろ、学びが、学び、学びというと失礼かもしれないですけど、感じるものは非常にありましたよね。だからまあ僕がこの動画を撮ってる理由っていっぱいあるんですけども、やっぱそのツンクさんの、ん見ると、喋れるうちに喋っておくっていう。 喋れるうだから喋ゃりたくても喋れない人世の,中あの世の中にいるわけじゃないですかで喋れるってまあ当たり前のことなんだけどもその当たり前のことがいつなくなるかわからないですしだから喋れるうちに使えるうちに使っとくっていうのがね本当に大事かなと思いますねうん本当ねシャ,シャランキューさんのツンクさんは本当ね衝撃的でしたね でもやっぱ、うん、まあ、ね、つんくさんには申し訳ないですけども、うん、ま喋、あ、れる人たちっていうのは、まあ、教訓にするっていうのは失礼だと思いますけども、うん、なんか精一杯できることをやればいいんじゃないかなっていうのを学ばさせていただいてるなと思いますけどね。い、うん、ってらっしゃい。